輝いて生きる未来食つぶつぶ創始者の大谷由美子です。夢は日本生まれの波動アップ食術未来食で世界を健康にすることです。はい、で今日はもうまたね、包丁いらずのこう人鍋クッキングということで、もちきびコーンご飯、黄色が美しいもちきびコーンご飯をやります。材料はいつもの白米、そしてこの黄色が美しいもちきびという、そしてまた同じ色系のこうコーンね、今だったらあの、ね、生のものをこう取ってもいいし、コーン缶でもいいし、どちらでもいいです。これを揃えて、そして油とお醤油と塩を入れてポーンとやったら、あとは炊飯器がやってくれます。はい、それではお米入れます。で、もちきび入れます。調味料、まず塩ね、塩を小さじ1と3分の1入れます。はい、3分の1です。そうしたらここに油ね、菜種油、お醤油、これがね、もうお醤油って本当にアミノ酸の塊なので、そしてここにお水を測りますね、合わせて3合なので3合の目盛りまでコーンをのせて、ね、もう包丁1本も使わず、こう混ぜていくだけで、洗って混ぜて、あとは炊飯ジャーにお任せ。さあ待ってるだけです。さあコーンご飯炊けました。あー美味しそう。ほらほら見て見て、このコーンとこのもちきび黄色、その白ね、白と黄色のなんかこうすっごいハーモニーで、今香りがね、もうもちわの香りとコーンの香りがもう混ざって、うわーって開けた途端で、いつも通り風を入れます。こうさっくりとね、そこからふっと、さっくりとそこからふっと、さっくりと、ほらほら、なんかね、もうこの香りだけでもうなんか癒されちゃう感じ。これ大人気なの、もう子供たちがねパク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 食べてくれて。じゃあコーンご飯いただきます。コーンご飯綺麗でしょ。で私ね、あとこのなんていうのかな、海の色っていうか、このアクアマリンっていうかね、この水色、これが女性エネルギーね。だからこの陰の、陰だけど優しいソフトな陰の水色の中にコーンご飯、なんか今日はこんな色で食べてみたかった。もちきびって言って、きびってユーラシア大陸どこでも作られてるんだけど、このもちもちっとしたきびを食べるのは韓国と中国と日本だけなのね。でこのもちもちのきびが入ったことで、なんかね、また他の炊き込みご飯と違って、なんかちょっとこうもっちりおこわみたいで、この細かい中にキュッキュッ、うん、おいしい。あとね、これのおにぎり、お弁当に、ほらおにぎりってすごくお弁当にいいんだけど、でも結構おかずとか漬物とか欲しくなるでしょ。でもこのおにぎりだとね、もう本当にこれさえ持っていけばもうパクパクで、なんかおにぎりっていうよりこうなんかごちそう持っていってる感じなのね。なのでこう、このコーンご飯、そしてコーンご飯のおにぎり弁当って最高なので、これも包丁もいらずのね、シンプルごちそうご飯で、おかずもいらないんだよね。ぜひやってみて、本当にこの美味しさに感動する。さて今日はここまでです。次はそう、これの展開料理、どんな展開料理になるかで、実は結構ご飯シリーズずっとやってるんだけど、炊いたご飯をこんな風にアレンジするよっていうのが、もうどの、ね、どのご飯でもどの活用法もできるので、もう順列組み合わせしたらすごいレシピ数を皆さんはもう手に入れてることになるので、楽しみに。さてじゃあこのコーンご飯、そのまま食べてもやめられない、止まらない美味しいこのコーンご飯で、一体どんな展開料理
今まで教えてないやつやるので楽しみにしててね。あ、またつい食べちゃった。次はどんなレシピを紹介しようかなって言ってる間に話があちこち行っちゃいましたが、次また楽しみにしていてください。続きを見たかったらチャンネル登録よろしくね。そして高評価ボタンもよろしく。それでは次回の動画でお会いしましょう。